テラコッタとはイタリア語の焼いた土に由来する言葉以下のような意味を持つ陶器や建築用素材などに使われる素焼きの焼き物蒸気に用いられる粘土のこと蒸気1または2から転じてそのような色のこと通常茶色がかったオレンジ色であるテラコッタで作られたヒンドゥー教の神ハヌマーン素焼きで仕上げる彫刻を指すメソポタミア古代ギリシア エトルリアにおいて見られ、一旦衰退したが、ルネサンス期にイタリアやドイツを中心に復興され、現在は各地域で制作されている。古代ギリシアの棚倉人形、中国のよう、日本における縄文時代の土偶、古墳時代の埴輪も、また、製法としてはテラコッタである。テラコッタは、焼成温度によって出来上がりの色彩が変化する。 800度程度で調整されたものがよく見られる。レンガや屋根板と同様、彫刻や陶器に使われてきた長い歴史がある。古代においては、彫刻をこしらえた後、天日干しにしていた。その後、日よけの灰の中に入れて、焼き固めるようになった。最終的には、今日見られるのと同様に釜に入れて、焼くようになった。 紀元前210年から209年にかけて建設された始皇帝の平和用にもテラコッタが使われている。ジスの色彩規格では、くすんだ黄身の赤としている。金字色としてはレンガ色があり、それよりは色より薄く淡いイメージである。ありがとうございます。